難波みどりさんは東京育ち。結婚後、夫の転勤で大阪に移り住みますが、夫を病気で亡くし、当時小学1年生だった長女と大阪に残る決心をします。そして翌年から堺にあった大阪女子大学で学び、大学院修了後の2001年7月、大学の教職員入試による卒業生の企業支援ファンドから資金を受け、大学院の修了生とともに有限会社ダブルワークスを設立します。大阪女子大学にはたくさんの社会人の学生が受け入れていまして、その優秀な社会人の人たちをこうなんとか支援をしたいという大学の思いがあって、その私たちにその会社をやらないかというお話がありました。それはね、私の多分人生の中で、結婚しようと思ったその次にですね、ものすごく考えたことでした。その人生の流れっていうのを生まれて初めて意識したのが、このお話でした。ダブルワークスは女性による大学初の企業モデルとして注目を浴びながら事業を展開していきます。そして2002年大阪府南部の大学からなる連携組織、南大阪地域大学コンソーシアムの事務局業務を担うこととなります。元大阪女子大学の教授でコンソーシアム初代事務局長の尾又さんに当時の難波さんについて聞きました。コンソはたくさんの大学の集合体ですので、そのコンソをまとめ上げていく事務局のもろもろの仕事ですね、すごい力を発揮していただいたと思います。今日まで南のコンソが続いているというのは、もうひとえに難波さんの力だなというふうに僕なんかは思っています。難波さんは多くの仕事で地域と関わっています。堺をはじめ13市町で構成する泉州観光プロモーション推進協議会の泉州観光 PR サポーター事業もその一つです。コンソーシアムの会員大学の留学生自身が地元のに発信をする、自分たちがそのプロモーションビデオの方に登場して積極的に PR するとか、そういった活動をしています。で、堺市が一体どういう思いで例えば留学生に PR サポーターになってほしいのか、まず翻訳しないといけないですよね。何ができるかっていうことに、翻訳することによって活動に落とし込むっていう、この作業が私のすごい重要な役割です。つまりつなぎ役ですね、コーディネーターとして私は活動しています。また堺市教育委員会と子ども堺学という仕事もしています。堺に誇りを持ってほしいし、そこの堺のことをベースにして自分をもっと世界に羽ばたいてほしいという、そういう思いが子ども堺学という形で実現したものです。最後にこれからの堺について聞いてみました。みんな一人一人が私たちの堺に自信を持って発信できるような、そういう都市になってもらいたいなというふうにすごく思っています。